ハイバーニアは、イギリス海軍の巡度級戦艦。キング・エドワード7世級戦艦の8番艦。デボンポート交渉で1904年1月6日寄港。1905年6月17日浸水。1906年12月竣工、1907年1月2日収益。第一次世界大戦が勃発すると、ハイバーニアの所属する第3戦艦戦隊は、 グランドフリートに配属され、ロサイスを拠点とした。1914年11月2日、第三戦艦戦隊は、海峡艦隊への増援として派遣され、拠点をポートランドへ移した。1914年11月14日、戦隊はグランドフリートに戻った。ハイバーニアは1915年11月まで、グランドフリートで活動した。艦隊の出撃時、 ハイバーニアやその同系艦は、土球戦艦の前を航行した。これは、ハイバーニアなどが嫌いを発見、または、土球戦艦より先に触来することで、より貴重な土球戦艦を守るためであった。1915年11月、ハイバーニアと戦艦ジーランディア、ラッセル、アルベマールは、ダーダネルス作戦に投入されることになった。 これらの艦は1915年11月6日にスカパフローから出航した。だが、航海の最初の夜にハイバーニアは嵐でひどく損傷し、修理のため引き返すことになった。ハイバーニアは1916年1月8日と1月9日のヘレスミサキ V 及び WB チからの撤退を援護し、同月中にイギリスへ向かった。1916年2月5日、 デボンポート交渉に到着。2月と3月はそこで修理を行い、その後、グランドフリートに加わった。1916年4月29日に、第3戦艦戦隊は、シアネスへ移った。5月3日には、ノアカンクへ転属となり、そこに1917年10月まで所属した。1917年10月、退役。1921年11月8日に、 スクラップとして売却。その後二度転売され、1922年11月に解体のためドイツへ移行された。ありがとうございます。